おはようございます。はい、ということでですね、生活習慣がですね、ぶっ壊れてたんで、昨日はフルで起きてて、で12時ぐらいには寝たんですけども、今起きたのが1時です。おはようございます。11月14日1時17分でございます。うまくいかねえな、ちくしょう。いやー、12時で、昨日はもう寝るためにどっと疲れようと思って、もうほんと疲れたまま寝ようかなと思って、で、12時ぐらいまで、起きてて、で、ずっと働いてて、で、床に入ったんですよ。そしたらですね、4時ぐらいに起きちゃって、で、眠いんだけど寝れない状態になっちゃったんですね。で、しかも腹も減ってて、はい。うまくいかねえな、ちくしょう。で、まあ、4時ぐらいに起きて、寝れないんで、ちょっと生放送して、キノコ汁作ったんですよね。で、そのままという。はい。ということで、今から食器を洗いたいと思います。はい。ということで、2時になりました。はい。飯は食ってねえな。あれか。で、綺麗にしましたね。はい。ということですね、俺のフードデリバリーバッグがですね、またぶっ壊れましたよ。もう何個目だよ、これマジで。そういや。ここなんすよね。ここが毎回壊れるんですよね。これ2台目なんですけど。これが毎回壊れるんですよね。これマジ4000とか5000とかするんで、ね、また新しく買い直すか。ちょっと今回は違うバッグ買おうかな。ちょっとこれ、このサイズ感気に入ってたんですけど、ここで拡張できるんですよね。ピザもんとか、ピザとかも運べるんで、拡張できるんで、気に入って使ってたんですけど、さすがにちょっと2回目なんですよ。ぶっ壊れてるのが。なので、ちょっとアマゾンでちょっと試しに違うバッグ買ってみました。木曜日とかかな。まあ、いや、ということで、あれ、サンタカーブちょっと帰ってきます。オイル交換してきますんで、実家の方に戻りたいと思います。はい、ということで、オイル交換しております。今の時刻はですね、4時ですね。パパッと終わらせていきたいと思います。はい、お疲れ様です。11月14日8時53分でございます。オイル交換して配達して戻ってまいりました。はい、ということですね。エアコンうるせえんだよマジで。マジでや、治るよな毎回こんな。さすがにちょっと寒いですよ。ちょっとね、普通に風邪ひいちゃうんで。はい、いや今日ですね、 YouTube の方撮影したんですね。はい、オイル交換行く前にちょっと撮影したんですけど、データがぶっ壊れるっていうね、事態になっちゃった。叫んだよマジでさ。これ壊れてたんですよね。このいつも違う SD カード使ったんですけど、壊れた。これソフトバンクのやつね。はいはい、ということで、また明日取り直します。はい、Amazon で荷物届いたんで、それのレビューも兼ねてやったんですけどね。くじかれるなぁ。はい、ということで、ご飯がですね、ちょっとお腹空いてないんですよね。3時ぐらいに、後楽園で飯食っちゃって、まあまあまあ、ちょっとおいおいアニメ見ながら、まず風呂入りたいと思います。はい、ということで、時刻が、10時13分でございますね。はい、いやー疲れた。疲れていいけど、まあちょっとやっぱ冬場の配達はちょっと疲れますよね。ちょっと体力持ってかれるわ。まあまあちょっと甘えてないで、ちょっと働かねえとね。ちょっとね、支払いの方がやばいんでね。まあ今日はもう10時っすけど、12時かな、12時に寝よう。ちょっと今からちょっとどうすか、生配信でもして、寝たいと思います。ちょっとね、チャンネル登録者増やすっていうのも手ね、ちょっとネット
ネットをちょっとねやりつつ、ちょっとね増やそうかなと思っておきます。はい、こういうのはね毎日やんないと意味ないんで、そうですね、配信も毎日やんないとね、いやちょっとこういう活動をしないとですね、はい、あっという間に人が離れてしまうんでね。はい、ということで、今日は、11月14日10時14分ということで今日は終わりたいと思います。明日からさらに本気を出し、明日から本気を出そう、てか明日はね朝早く起きて、配達に行きたいと思います。ということでお疲れ様でした。